麻雀ファンの皆さん、こんにちは。本日はロンロンカップ2019ウィンターの様子をお届けしてまいります。司会実況は私エリカワマイコが務めさせていただきます。よろしくお願いします。そして解説は前原雄大プロにお願いしております。前原プロ、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、さらにですね、A 卓、予選 A 卓のプレイヤーズ解説に 森山茂和プロにも来ていただきました。森山会長、どうぞよろしくお願いします。はい、します。私の名前あんまり間違えないでね。あ、すいません、もうすいません。次からいなくなってしまう。大丈夫です、森山会長。感じたんだよね、感じました。でもほら、そんな上手な人なのにさ、だってだからびっくりする。ちょっと緊張したんだよね。緊張しました。久々の実況、しかもこのお二人を最初にお迎えしたということで、楽しく、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。さあ、今回のロンロンカップ2019ウィンターはですね、4人打ち3人麻雀ということで、3人麻雀で行われます。ロンロンカップのシステム VTR がありますので、まずはそちらをご覧ください。A 卓、B 卓、C 卓、各卓予選が1回戦行われます。各卓トップ者は決勝へ進みます。決勝戦投げな。2位になった方は準決勝へ進みます。3位の方は投票戦へ進みます。投票戦でトップになった方は準決勝卓へ進みます。準決勝でトップになった方は決勝へ進みます。決勝戦1回戦行いトップになった方が優勝です。というわけで VTR 終了しました。すごい力作でしたね。力作よく作ってあったね。可愛らしい、ね、なんかどんどん回を重ねるごとに、三四郎が作ってる、ね、今回はなんと大場さん、ね、5時間かけて作ったんですよ。5時間かけて作ったの、はい、偉いよね。ねすごいですよね。すごい分かりやすくなっていたということなんですが、可愛かったです、はい。ロンロンカップ、まずロンロンカップとはですね、日本プロ麻雀連盟公認インターネット麻雀サイトロンロンというのがあります。そのロンロン内でこの番組への出場権をかけた予選が行われ、見事その予選を突破した方が本日一般ユーザー代表としてトッププロに挑戦できるというものになっております。ね、ここに遊びに来てもらってね、プロと戦って、楽しんでいただこうと、はい、そういう企画ですよね。もう随分長くやってますけどね。もうだって本当にいつもはインターネット上で、はい、ロンロン上ではまあプロと対局するものがあっても、ね、はい、直接光沢を囲んで、しかも放送対局ってね、ドキドキですね。まあ、特に今回サンマじゃないですか、はい、僕もちょっと今日サンマやるんで、はい、昨日夜中ちょっとサンマ2回やりましたね。あ、そうなんですね。いきなりジェント当たったどうだったんですか。いや、勝ったけど、僕とジェント、お客さんとね。あ、そうだったんですね。なん全員いなきゃ2人ね、プレイヤーの人と当たってあげれるんだけど、ジェンダーだったから。そっかそっか、もうお一人しか。でもその人はすごいよね。ああ、そう、2人はプロとってなりますもんね。そうそう、ジェンと僕とはできてみたいな、うんうん、そうやって喜んでもらえれば、はい、まあ、そういうロンロンのすごいところですよね。まあそういう、まあ誰が来るかはあれだけどね、はい、結構は昨日夜中結構プロやってた。人数多かったですね、うん、まあ、今日もあるし、うん、私も昨日夜ログインして入ったんですけれども、そう、夜遅くでも結構プロの方が来てますもんね。まあ、夜方も多いけど、まあ昨日ちょっとやって、はい、まあ、今日に備えてきました。はい、私もね、放戦前日に、日をまたいでやりました。日をまたいで、3枚4万
いや、あの時はほんまでした ね、 2マージャンね、はい、本当は3万やりたかったんですけどね、プレミアムタイムだったんで23時から25時まで、でその間、あのトンプ戦スペシャルだったかな、はい、結構ねちょっと調整用にみんなやってね、あ、うん、大事な対局前に、うん、前にやって次頑張ろうとか、うん、そういうのがありますね、うん、はい、はい、皆さんもぜひ、ね、入ってみてください。はい、このですねロンロンですね、ロンロンカップを年に4回のペースで行っております。今大会以外にも、プロと触れ合えるイベントやリアル麻雀大会なども開催しております。ぜひチェックしてみてください。そしてここで嬉しいお知らせです。番組放送中もしくは明日までにロンロンにプレミアム会員登録をしていただくと30日のプレミアム会員期限をプレゼントしております。前回もこのイベントがとても好評だったということで今回もプレゼントになっております。来月からはインターネット麻雀日本選手権も開催予定ですので、こちらの大会にはですねロンロンの会員様のみ参加可能になっております。この機会にぜひご登録いただければと思います。はい、あ、本日もちなみにこのロンロンカップの次のロンロンカップ、ロンロンカップスプリングの予選がなんと行われるそうです。今日やっているそうです、はいはいはい、本日の14時から24時までですね。次回4月20日に行われますロンロンカップスプリングの予選、トンプー戦スペシャルフロアにて開催されておりますので、まあ、見るのもすごい忙しいと思うんですが、ぜひそちらにもご参加いただければと思います。よろしいですか、言葉さんで、はい、あ、どうぞどうぞ、いっぱい。インターネット選手権初代チャンピオン、あ、今ここにチャンピオンが、初代チャンピオンが、はい、どうですか、やっぱりロンロンに登録していただいて一般の方とそしていろんなプロの方も出る選手権ということですけれども。そうですね、あの別に選手権ってことじゃなくて、はい、プロは本当に一生懸命やります、はい、あのリアルでもバーチャルでもあのロンロンでも手を抜くことはありません。ですからぜひ、まあ、手を抜かないね、腕が悪いことあるけどね、腕ね腕はそんな悪くないかな。いやいや違うで、ままあの前原さんじゃなくて、あのいろんなのいますから、そうですね、すいませんとにかくあの一生懸命やってますんで、ぜひあの同卓できると嬉しいかなと思ってます、よろしくお願いします、はい、はい、ありがとうございます。では選手紹介をしてまいりましょう。まずはこの方です。モンキーマジックを駆使してえげつない大逆転を起こすのか、プロ雀士猿こと猿川正俊プロです。よろしくお願いします。はい、あれ放送入ってるこれ、あ、入ってます 音こっち聞こえないの、来ない、ね、聞こえないね、あ、音がこっちに、私がイヤホンで聞こえる、あ、そっちは聞こえるんだ、あ、大丈夫大丈夫、こっちは聞こえないだけね、しゃべれなくなったかと思って、喋れなくなったからあ、じゃあ聞こえてんだよ。ちなみに3万エンペラー戦ではチーホーも上がった猿川プロということで、3万はどうでしょう。まあそれチーホー上がれりゃね、それは楽だよね。あ、ちょっとマイクの調子が悪い、うん、悪い、なるほど、調整、ちょっと調整中、あ、そうですね、はい、調整中みたいです、あ、すごい、大丈夫です、大音量になりましたね、はい、猿川プロ、はい、サンマどうでしょう。そうですね、はい、ロンロンではたまに打つんですけど、あ、はいはい、リアルで打つのはちょうど2年前の多分ロンロンカップ以来だと思うので、そんなに久しぶりなんですね、そうですね、結構なんか久しぶりに楽しみだなっていう感じはします。初戦は皆さんプロの方と当たることになりましたけれども、はい、どうでしょう、3マでいつもと打ち方が変わるということはあるんですか。まあ4マと比べるとやっぱそれは変わるとは思うんですけど、まあただ3マ自体も結構やってきてたんで今までに、まあまあ少しはやってるよね、はい、まあ 僕たちほどやってるわけじゃないの、まあ、まあそうですね、はい、ね、年が違うしね、はい、やってる歴、猿が生まれる前からやってるんだから大先輩が、ね、ちなみに猿川さんテンションが上がる瞬間とかあるんでしょうかテンションが上がる瞬間は、まあ、飲んでる時ぐらいしかないですね。はい、はい、じゃあ今日はそれおかしいだろう、麻雀中は熱い闘志がなく、そうだね、サルはファイターですからね、はい、ありがとうございました、はい、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ続いてはこの方です。とにかく押す押す麻雀で、東海地方を占めているという噂も、東海一の押し麻雀、森下正人プロです。よろしくお願いします。森下プロまたなんかちょっと焼けました、そんなことないですかもともと、あ、眼鏡をかな
なんかかっこよくなってきたね、うん、どうしたシャキッと どうしたと会長がどうしたとおっしゃったんですが、なんかかっこいい、シャキッとしたね、かっこよくなったよね、あれ垢抜けましたね、なんであれマイクがマイクがダメで、どうしたのちょっと褒められすぎてマイクがマイクが外れちゃったの、はまりますかね、あ、はまりました、はい、すいません、大丈夫です、はい、ちょっと褒めすぎちゃったねちょっと褒めすぎちゃったねということですけれども、はい、三重県の方ということで、やっぱ3人麻雀も地方的には得意なんでしょうか。そうですね、三重県特に、結構活発な地域なので、うん、はい、むしろ4人打ちの店より3人打ちのお店の方が多いぐらいで、ああ、そうなんだ、まあ、昔から3人打ちは結構やってますんで、あ、はいはい、得意分野だと思ってます、はい、はい、今ちょっと2人続けてテンションが低いぞとお知らせが来ました、ね、あ、なるほどね、いや、これ1回戦プロばっかりじゃないですか、はい、もうこれあれですね、僕と前原見てればこれあれだね、勝ち負けじゃなくてね、はい、A 採点こう4人 の判定しますよわあ、これは緊張するあ、すごい、それで言えるやつだけ言う苦笑いみたいになってますけど、こいつ A 判定とかねA 判定とか、ね、判定が下るということで飛型点とかね、そう、どうですか、結局まあ飛型点みたいなね、うん、やっぱり素晴らしいけどちょっと勝てなかったけど、はい、内容は良かったとか ね、 そうですね、勝ったけどこいつダメだとかね手厳しい、どうですか、そのぐらいの森下プロ自信ありますか、いや自信あるって言うからね、あ、そうですね、はい、はい、まあスプリントなんで、メリハリつけて、いや結構70分あるからスプリントでもないんだよこれ、うん、そうですね70分スプリントじゃないからはい、まあ、メリハリつけて頑張りたいと思います、はい、頑張ってください、はい、頑張ってください、よろしくお願いします、ありがとうございます、さあ続いてはこの方です、ガース、はい、サクラメントの陽気なナイスガイ、ガースネルソンプロです、ね、ガースはそのアメリカ人だからね、そうですよ ね、 三人麻雀自体はされますか、ガースさん、アメリカでやったことないですよきっと、あ、いや日本でしか麻雀やったことないから、あ、そっか、三人麻雀ばかりガースさん、あ、はい、はい、三人麻雀はどうでしょう、三人麻雀よくやってるのガースは、あ、まあ、オンラインでよくやってるけど、うん、実際に多分始めてる感じだと思います、あ、実戦はやったことないよあんまりね、そうなんですね、だからちょっとまあ異色な感じでちょっと今回ガース、うん、面白いんじゃないって面白いですよね、ロンロン内ではやられている、よくやってるらしい、うん、まあ、いますか、まあ、僕にサンマがぴったりだと思いますよね、お僕の3人見なくてなんか2人だけ、うん、だから僕になんか自分の世界しかないと思ってる僕ぴったりだと思うね、じゃあちょっと今回のサンマは、まあ、わがままなマージャンでいいんじゃないガースの場合は、ね、そうそう、わがままですよね、私アメリカ人みたいな、ね、アメリカファーストで言ってね恥ずかしいねそのそのスローガンはそのスローガン恥ずかしいんだからじゃあアメリカナンバーワンでいこう、そうそう、ね、まあ特に僕はナンバーワンに行きます、あ、はい、強気な力強いコメントありがとうございます、うん、はい、ありがとう、よろしくお願いします、ガースはね、はい、スーツが似合う、ね、見たらね、かっこいい、やっぱガタイがいいですよ ね、 ガースはもうね、かっこいいですよね、スーツ似合う、いや今ちょっとこれどっちかでちょっと太ったよガースは、うん、今太ったっつったら今ヒロのちょっとだけじゃないですよねヒロ君の画面さあ続きましてはこの方です、はい、砂漠の毒針殺法山田博之プロです、ですかそのネーミングキャッチはちょっとキャッチフレーズ毒針殺法、違うんじゃない、灘高のキューピーちゃんじゃないの灘高校出身ということでやっぱり関西の方なので三人麻雀山田関西じゃないよねヒロ君は、関西です、神戸です、あ、関西、あ、神戸か、うん、はい、そうか、あ、なんで自分も、はい、学生時代関西に行った時はサンマしかしてないぐらいサンマばっかりでした、サンマとテニスばっかりやってた、はい、そうですね、はい、ね、テニスと麻雀どっちが得意って言ったらテニスですってはっきり言って言っちゃって大丈夫ですか、まあ、いや大丈夫、そう言ってたから、テニスは相当自信があるんですよね、あ、でもねヒロ君はサンマ結構立っちゃう、僕、うん、も結構若い頃、ヒロ君が若い頃結構一緒にやってましたけどね、そうなんですね、まあもうちょっと細かった頃ね、そうそうそうね、はいはい、もうね、灘高のじゃあキューピーちゃん頑張ってもらおうかね、はい
わかりました。これをデジタル化しようかとして、かえってそういう言い方は良くないと思いますよ。かわいらしいんだもん、うん、神戸の人って関西ですかって言うと、いえ神戸ですって言うんだよね。そうなの、本当に。だ、神戸にプライドあるのかもしれないね。それはヒロ君に聞けば、うん、山田さんにも喋っていただきましょうか。ちょっとそうですね、神戸と大阪と京都はあんまり仲が良くはないですね。それぞれプライドがありますよね。なんか、はい、ね、あ、大阪とか、あ、京都なんだみたいな。そうだよね、逆もそうですけど、やっぱ牛肉があるのは神戸だけで、神戸だけでね。そうですね、神戸ビーフ。大阪牛とか京都牛は聞かないもんね。聞かないですね、うん、やっぱ神戸が偉いね。山田さんの力を、神戸の力を見せつけるということで、うん、まあ、はい、まあ、ヒロ君は頑張って。あ、なるほど。意気込みをお願いします。はい、まあそうですね、 もちろん結果にこだわりたいですけど、はい、まあ見てて面白いような麻雀が打てたらと思ってます。大丈夫、しっかり打てば解説でカバーします。はい、よろしくお願いします。大丈夫です。はい、ありがとうございました。はい、ではこの4名で、予選 A 択が行われます。それでは準備よろしいでしょうか。はい、それでは参りましょう。ロンロンカップ2019ウィンター予選 A 択東杯の開始です。一人休みですからね。そうですね、うんうん、今回はですね、ちーちゃ、山田、なんちゃ、森下、シャーチャ、ガース、そしてペイチャの猿川が抜け番ということに、ね、はいはい、なります。で、今回この親番がずれるとまた次のペイチャの方が抜けていくという、連チャンすると、はい、ペイチャ、シャーチャ、なんちゃっていう順番で抜けていくんですね、うん、はい、ちょっと独特なんですけど、70分プラス1曲で、結構ね時間ありますよ、はい、70分プラス1曲はね、うん、3人麻雀はこう特にテンポが速いイメージがありますからね。早いですよね、はい、まあ、これはどっちか言って3人麻雀にすると手は全体的に悪い方ですよね。あ、今こちらの手配ですね、うん、このぐらいだったら大したことないね、はあ、もういい時はすごくいいからね。細かいこと言うと、はいはい、ガーソン第一手は E 番じゃなくて E ピンですね。このちょっと最初ちょっとドタバタしてたんですね。あ、まあアメリカ人だからね。あ、こちらの手ですね。そうですね、あ、はい、数ピンを持っていることで、まあ、1ピンいらないということでね、うん、まあ、そういうところも正確に打っていくの大事ですね、うんうん、3人麻雀はね、4人麻雀と3人麻雀の大きな違いっていうのは何かありますか。もう大きな違いはね、はい、3人でやるか4人でやるか。そうですね、一人一人いるかいないですね。ざっくり。いや、大きな違いっていうかね、やっぱスピードが全然違ってくるんですよね。あ、はい、だから3人麻雀と4人麻雀をどう考えるかっていうのは、まあ、人によって違いますけど、はい、まあ、僕は3人、僕の考えはね、3人麻雀は基本泣く麻雀かな、うん、スピード重視、4人麻雀は、まあ、僕は手役面前重視っていうふうに考えてやってますけど、まあ、麻雀なんかどうかな。僕は三馬の方が面前に寄りになりますね、うん、あ、なるほどね。で、まあ四馬も結局は面前重視の方がいいと思いますけどね。まあ、大きな目で見るとそうなんですよ。もちろん面前でバンバン仕上がるのが一番いいですよね、うん、今パーピンテンパイですかね。そうですね、ガースがにテンパイが入っております。ただもうパーピン1枚切れちゃってるから結構薄いね、うん、ちょうどね山押しに入っちゃって、うん、こういう時はやめてにしようといいですね。リーチかけましてね、今かけましたけどね。山田もイーシャンテンです、まあ、ただ守らなきゃいけないかどうかっていう話なんですよ、3人麻雀は。守るか、うん、だから、まあ、手が来たらもう、ま、僕は守んないもんだと思いますけどね、うん、戦うべきだと思いますけどね。だからガースのリーチに対して山田は無筋の9ピンを切っていきますね、うん、まあ、行きましたけどね、まあ、そういう、まあ、何らかの形で前に向かっていくと、はい、ベターっていうものではないっていう、うん、3人麻雀はね、ベターってやっちゃうと、はい、どんどん手が死んじゃうんですよね。これで今ね、テンパイですよ、これ。これで嘘切ってサブローソーですよね。ドラを重ねて、これ嘘切ってサブローソーですよ。うん、もうしょうがないよね、これでね、うん、これで当たったらどうするの、当たったらしょうがない、諦めればいいだけね。まあ、枚数的にどっちがあるかなって考えてやるしかないんで、はい、サブローソーでリーチをかけたのは森下、まあ、まあこれうちになりましたけど、うん、まあしょうがないね。サーバースの上がりとなりました。森下が補充となりました、
安いですね、3900ですね、たったの3900なんで、はい、リーチピンフイーペーコ3900点の上がりとなりました、はい、これはまあ4まで言うと1000点ぐらいの感じですね、うん、はい、そのぐらいの感じで全然構わない。打点のイメージというかこの点数の感覚もやっぱ全然違ってきますかね。漫画は普通ですからね、うん、まあ、ハネマンとかね、うん、そういうのは楽にできますから、あ、まあ、はい、バイマンもできるし、だから3級ぐらいはもう全然 OK って感じですね、うん、まあ、あ、そうなんですね、まあ、1000点が、うん、あれだったら2000点、まあ、せいぜい2000点ぐらいの感じかな、はい、赤があるしね。森下の親番となりました。ドラは3層、そして今回はこれ結構いいよね、山田、ね、うん、プロが抜け場となっております。もうガースの手なんかもう僕なんかもすぐ本一行こうと思っちゃうけどね。あ、国士ですねこれ。おお、国士の明細ですね。おお、国士いきなり行く、さえ向かっていく、いや結構できるんでね、うん、僕もあの僕もあの公開対局で役満上がったの1回しかないんですよ、はい、あ、そうなんですか、うん、それはしかも3人麻雀で前原くんからシャアで上がったのが、ない、それしかないのよ。あ、そうなんですか。悲しいぐらいさ、役満と縁がない。テレビ対局ももう 15年とか16年とかやってるけど、はい、役満一回もない。もう森山会長はすごいやっぱたくさん映像対局出てらっしゃる。ないですよ、もう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 小島先生なんか多いし、滝沢くんも多いし、はいはい、あ、滝沢多いですね。マージャンやったことある？あ、あります。ねえ、大体あるよね普通、うん、昨日も僕なんだっけな、昨日親で役もらったの、昨日、闇天売満をソムリスランコにして、あ、すごい早い順位、上がったの、スランコの上がれなかった、上がれなかったね。いや、今上がった話をしてるから、ね、そうですね年に1回は大体映像配信で上がりますね、まあ、いっぱい今いっぱいやってるからね。そうですね、うん、でも僕は上がれてない、上がってないんですけど、はい、上がりになかなかつながらないと。まあ、うん、その上がったのがたまたま1回前原くんからだっていう、うん、ね、えしかもその劇的な、そのあの数少ない役満の上がりがね、え前原さんと前原、まあ、やっぱ前ちゃんが打って、前ちゃんじゃないと打ってくれないな全然関係ないですけど、面前流意層みたいなのがあったんですよ。でもこれもね、もうどうするよこれ、うん、あーすごいな、なんか、なんかさ嫌になっちゃったねこれ、なんね、流意層、いつ初といつ吐くといつとも、流意層でもなんか、なんか一枚切れか、うん、自分が一枚切って二枚切れだけどさ、すごいねこれな、これが泣けてたらどうなったろうね。もう国士やめたけど白髪、これはもう役配じゃ順がないな、はい、こういう伸び方をするから3万面白いの。あ、このここのところが今あれですよね、9案狙いの、まあ、一応9案なんだけど、サルカーの捨て牌が第一弾なんだからね、ここで9案があるっていう風な感じを持っちゃうな、うん、多分ね、あるね。森下から先生リーチが入っております。9案とリアンピンのシャンポン9番ちょうど出る形になっちゃうね。いい感じのリーチになったね。あ、結構出ないんじゃないですか。いや、でも手がほらこう進んじゃうからさ。本当だ、でもこれ何でしょう。まあとりあえず何はあるけどね、うん、すごい。あ、これ発射台に乗ってしまっていますかね、うん、まあ上がりはないね。あ、リアンピンが出そう。ウーピンだ、うん、丁寧、ガス。さあここでガース、ガースがリャンパーソー、はい、リャンパーソー攻撃、うん、これでサルちゃん引くね、追っかけリーチです。キューピンクかどうかかな、もうやめた、うん、さあ何を持ってくるか。これリャンパーソーが強いわな、うん、そうです。普通は一発も、さあリーチ一発つも、ピンクドラドラ、これもハネマンですよね。はい、ハネマンの上がりとなりました。面ピン一発もイーペーコードラドラでしょ、うん、一発もイーペーコードラ、ね、失礼しました。6000オールの上がりとなりました。1万2000は6000、うん、こういうのがバンバン出るんですよ。こんな高打点がランド戦みたいにこう行われるんですね、うん、普通ですから。そうなんですね。3人麻雀の経験がちょっと少なくて、ロンロン内ではよくやるんですけれども、なのでやっぱりこの点数で満眼でもこうすぐ取り替え、満眼跳ね満でも全然上がっても安心できないっていうのを、あ、決め手にはならないですね、うん、全然あの安心してあの打たないようにしようなんていうのはサンマじゃないんです、うん、サンマはあの相手が死ぬまで、相手が死ぬまで死ぬまで叩き潰さないと生き返る、
復活してくると。いやいや本当にそういうゲームなんで、本当にもう言葉は悪いですけども殺し合いだと思った方がいいかな、うん、最終的にはね親番なんだよね、うん、もちろんね親でどれだけ連チャンするかっていうね、うん、あさあ親番はガース、ドラはウーソーです。今回の抜け番は森下となっております。山田ひろ君のところにドラがあんこだね。あんこで赤もあるからとりあえず4枚あるね。猿川君もねこんな形になってこちらの手ですね。まあとにかく手広げるのが基本ですよ。本当に手広くブクブクに、うん、手広く、はい、まあブクブクで全然構わないんで。山田はこの初仕掛けますかね。山田ヒロですか、はい、あの僕だったら絶対仕掛けますけどね。僕も仕掛けます。本店でしょ。本店ですよね。これリーチだね。サブロキだね。なんとここで先制リーチを入れたのは山田で、もうドラ4あるからね。そうですね、うん、まあ、まず上がったら大体ハネマンぐらいからスタートですよね。ドラ3赤1ドラ4あります。サブローピンの天敗、これ感触いいよな。上がりだね大体このパターンはね。まあ、ガースの3ピンが出るかどうかですよね、うん、E ピン相当切れてるからまっすぐ行っちゃうと、ここやめましたけどね。まあ、まあこれも大事なことですよ。うん、サルうまいうまい。ダメならやめるっていう。ただここならやめられないからここもトン切ってるっていう、うん、トン行く、うん、ねえ目いっぱい。ペン酸素を引き入れて目いっぱいトン切っていきます。ピンズにくっつけば打たなくて済むけど、はい、イスピン薄いんだよな。ねえでもこれはねもうこういう時はもう分かんなかったらとにかく全部まっすぐ行くんですよ、うん、ただもうテンパったらしょうがないんだね、運がいいと数ピン引いたりするね、はい、で出ない形になっていけばってことですよね。でもヒロ君からすればあこれでも1数ピン振り点でもゼロだけどね。振り点ではないか。あ振り点ではないんだ ね、 ごめんなさい。あ1が全部自分じゃなかったね。出て上がれるってことだ。じゃあ他の方から4もね、はい、なるほど上がれるものがの。ただ恐ろしく薄いですね、はい、薄いね。でもねこれが違う。これが負けると思うと違うんだよ、うん、サンマは分かんないんです。これ分かんないね。だから圧倒的に枚数が遅に見えても簡単にとついてる時はこれ勝つのよ、うん、もう基本的には、うん、点数がある方はあんまり打たない。点数がある方うんだガース579じゃないですか、はい、あはい。まあ、打たないというのはね振り込まないっていうような意味ですよ。打たないっていうのは例えばこう降りちゃうとかそういう意味の打たないじゃなくて戦っててもその勝つっていう感じ、そういう意味でしょ。そういう意味ですよ。まあ、打っても打たないというのは振り込みにならないっていう意味ような意味ですよ。それを打たないというのは点数あるから打たないんじゃないね。おっと確かにここはつま上がりとなりました。まあここでまたハネマンですね。リーチつもドラさん赤一ですね。ハネマンの上がりとなりました。まあヒロ君からすればやっぱり出上がりよりもつま上がりですよね。まあ削りつつ、うん、まあ今の出上がりじゃ満貫しかないからね。リーチドライオンしかないからね。そうですね、うん、なんか積もった分だけ高くもなってますけど、まあこの辺はまだみんな序盤でそんなにひどいミスもしてないし、はい、そんなに変わらないんですよね。ただ麻雀の3人麻雀の怖いのは偏りが出てくるんですよ、うん、どっかで、うん、その偏った時にどう打つかっていうのが、はい、これが、まあ、3人麻雀のなんていうのかな醍醐味というか肝ですね、うん、肝ですね、うん、偏りというのは、うん、すごい偏るから、まあ、極端に言うと偏りを捕まえるゲーム、うん、偏りを捕まえるゲーム、うん、誰が捕まえるかどうやって偏らせてそれを利用して偏りが、うん、崩れないようにするっていう。偏りっていうのはこう誰か一人が上がり続けてるとか。そう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 、もうどんどん手が良くなって、はい、もうどんどん手が良くなってね、もう手が良くなるじゃない、上がる人がその人しかいない状態が出てくるんですよ、うん、あ止められないって感じですかね、うん、止められないのよ、うん、昔だというとカッパエビセンというのがあってさ今もうすごい古いんだけどやめられない止まらないっていう、ね、本当にねそれになるよね、もうそうなったらすごいですよ。
あ、それをどうやってキープするかなんですよ。そうなんですよね。自分が逆にその止められないをキープすること、だから今なんかも俺考えてること考える必要ないの全然。これダメ、アウト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 が入りました。完全アウト、アウト、あれはアウト、あれは麻雀の麻雀やってる、うん、サンマやってるってことね、もう素人サンマね、うん、厳しいだからそれをまあまあ一応いっぱいやってましたからって言ってたけど、まあそれはまあまあ、まあ相手が相手なんでしょうね。あれ今の麻雀やったらもうあれは絶対ダメ。だって後ろバックするバックギアなんかないんだから、サンマはあの絶不調の時以外は。あれはねチーピン切りです。チーピン切りしかない。これでテンパイでね、うん、はい、うん、結果これでサブローピン、ね、はい、うん、あこれで、うん、ただチーピンが出るんじゃなくてあのローソーが出てリーチが入んないと、うん、でそれがサンマの手順ですね。はでここで手が止まっちゃいけないですね。でこれリーチ打たないともう上がれないでしょう、うん、うん、だからまあこうやって、はい、要するにこれ打っちゃったらダメだよねこれね。あ、なんで自分で。いやだから 1抜いたから、単純怖がってるから、3ピンどころの枚数でいっちゃってるから。ああそうなんですね、うん、だから3枚になってないです、うん、今のはアウトアウト、今のね2つアウト。ローソー切ったのが1つでしょ、はい、からいいピン切ったのが1つでしょ、うん、もう1回やったらさもう三振でねバタアウト、バタアウト、ピンリーチピンフラ裏裏の1万2000点の上がりですね。そのバカらしい。まあ手順でいくとチーピン打って、はい、ローソ切りのリーチ、ローソ切りにリーチでね、それが手順です、ね、それで負けるのは仕方ない。そうこれは響くな、多分この先も。まあ大きいんですよね、こういうのが大きいんですよ、うん、まあこれヒロ君はこれ、まあ、今色に染めようかどうかってね、逃げて打っちゃったから。あーそれで逃げて打ったことによって、まあ、本来まっすぐまっすぐ進む。そうそう、まっすぐ行けばいいんですよ。あの簡単に言うと、あのいい時はまっすぐまっすぐ目つぶってあの運転してりゃね、どこにもぶつからないんですよ。で目が開いてるのにさ、ぶつかるような運転してどうするのっていう話ですよね。トン4局1本場となっております。猿川の親番、抜け番は森下です。まあ僕と前原くんの三回りの解説読んだらこんなことになっちゃうよね。もう気の毒だけど、はい、手厳しい、まあ今なんかね、こんなに審査されているとは思わないでしょう。今まあ僕のあれね、あの猿川があの、まあ、これが普通ですよ、猿川の今の打ち方がね。だから僕はあのピンズ払ってく 打ち方なんかもする、ね、ある、それもある、うん、あ この小さこれはダメだね。もうちょっと、うん、だからその上手に打とうとしちゃダメね。実はちょっと違うかな、スースー打たないと。だから今例えばピンズに手かけてたらだいぶ違うでしょあれ、うん、ね、だ縦見ちゃうとね、面白かったですね、うん、縦見たら面白かったんだよ。いやあのだから一応テンパイなんだよね、白切ればあの7、8が重なってるからチートイツなんだけど、ただそれ直ちのチートイツじゃ嫌だから、ね、ピンズ7、8、9って切っていくとちょっと違う。その辺やっぱりヒロ君は伸ばし方知ってますよね、うん、さらに嘘をして、それが最初からねちょっと伸ばせたけど、一色手に向かっていきますただ反対に今みたいにあの猿川ぐらいの手になったらもうこれはもう泣いて終わらせないと、はい、おなんかこれどうなった、これわあすごいね、あすごいね、うん、ヒロ君らしいな。あそこでねパーソンいらないからね、はい、うん、うん、トーン打たないトーン切らないとかうまいよね、うまい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 、うん、前これでこれトーン抱かれてしまう、うん、これではしょうがない、最後までこれで泣いてテンパイ、ただこのあと6球層で上がられたら仕方ないけどね、その代わり自分もローソー絶対打たない形でしょ、もうあのローソーと今3層だからね。で普通はねあの先にトーン先に切っちゃったりするよね、はい、今のあのパーソリーは評価点高し、カンだね、球層の安感です。ただねイーソー流れた、シンドラはスーピン、イーソーと泣かせることによってイーソー持ってかれたんだ、うん、だからイーソーとローソーのスワンコになっちゃってるね、つもりスワンコ系になってる、まあしょうがないですね、うん、まあそれはしょうがないんだけどね。
ガスも一通にこだわっちゃいましたね。おっと、どっちみち積もり数あんこになったよ。アディアンソないのか。それでもやっぱサルちゃんだね。ああこれダメ、これな、何がダメかっていうと、あないな、間違お互いに老僧1枚か、急走ゼロだから。さあしかしここでリーチ、ここの何となんだっけ、イーソーとシャンポンですね、イーピンのシャンポン、あこっちの方が強いね、間違ある。関連ピンの一気通過に、関ピンじゃないですか、関、あ失礼しました、関ウーピンの一気通過に受けずに、受けてるとすぐ上がってますよね、うん、一発が出てるね、前切れですもんね。サルちゃんどうすかな。しかしここでウーピンが出ていましたね、この一気通過にしていたら、まあ、ただもうしょうがないね、これはもう降りられないから。現在ですね、イーソーとイーピン、イーソー2枚切れてるので残りイーピンのみですね、上がりが。これ噛んだね、おっとこれはすごいね、周りも心臓が三馬ね、さすがに三層の暗冠、うわーすごいね、シンドラウーソーが乗りました。いやそうなんだ、うーわーウーピンなくなった、ウーピンだね、ね、なかったなー、そうですね、ウーピン、カンウーピン取っていれば、まあ、そこがやっぱりほらしょうがないんじゃない、はい、まあ、ガスで、これウーソーっているんですか、ローソーがいた、ローソーがいた、こうロソ今、ただウーピン助けてるからね、はい、うん、ウーピン積もってる、しかしここはラブトン吐くですね、7700、これはもったいなかったね、はい、これは頭跳ね、山田も悲しい、今ちょっと倒そうとしてるってか、うん、ってなってましたね、まあ、ウーピンなんかがね、まあ、ね、あこれね考え方がね、あのな、ま、何が間違ってるかっていうとね、はい、3人麻雀は3人でやってるでしょ、はい、2人が切ってね、あのいらない牌はあるんですよ。だから今ウーピンが薄いとんじゃなくて、ウーピンが山にあるって考えないけど、うん、この辺使ってないじゃん、2人ともソーズじゃんみたいな、でウーピン、ウーピンで出てるんだから、ウーピンあるんだから、赤ウーピンもあるし、より高くみたいなのあるわけ。だからウーピン全然悪くないのよ。だから一気通過に受けちゃった方が得だったんだよね、はい、簡単に言うとね。これは難しい、うん、さあ山田さん、なんとですね、今数え役満の頭跳ねでしたね。これダブル当たりなかったっけ。うわ森下がこれまた本気だ、ね、ダブルはちょっとなかったみたいですね。いやでもまだまだガース大丈夫ですから、ね、ちょっと山田さん今アップになりましたが、うん、空を見つめておりました。ロンドンの中だとダブロンあるんじゃなかったでしたっけ。ダブロンあるんじゃなかったかな。これはないんですね。そうですね、今日のこのルールではない、今日はないということね、はいはい、ダブロンあった方がはずで面白いですね。すぐ誰か言いなくなっちゃう。3人マージャン大体普段やってても大体ダブロンあるやつだよね。ありますね。あ、そうなんですね。おまあ、はい、まあ、いろいろ作った方が今回ね企画した方、まあ、まああまり、うん、多分あの差がつきすぎちゃったりするのが一方的にならないように、うん、にしてるのかもしれないね。さあ猿川から先制リーチ入っております。9アンと流派のシャンポンってなんかもう、はい、ちなみにロンロンでもダブロンはないなしですね。あそうなし今、あそうなんだ、そうなってんのか。ロンロンでもダブロンがないのでそれに合わせて合わせてね、あ、はい、なるほどね、はいはい、リューハ出ましたね、うん、リーチリューハサンキュー、リーチリューハ、リーチ初の上がりでした。でこうやってね、シンガーが増えてくるの怖いな。それでこうやって楽に手が入るようになっちゃうんですよ、うん、その月が偏るとね、はい、だからさ、まあ、猿川君なんかも6球層もあんなないとこ、カンウピンで本当言うと終わってないといけないとこがね、助かっちゃったらひどいことになる。3900は5200の上がりとなりました。1本、あ、5000、失礼しました。5100の上がりとなりました。そうね、猿ちゃんは何通りも上がり系があったからね、そういう時は悪くないよね、うん、今回ですね、1本場は600点となっております。なので本場600点って大きいですよね。600点は小さいんですよ、うん、あ本当ですか、うん、1500点って言うんですよ。なので1本場600点、2本場だと1200点というふうに加算されていって、積もると300点ずつですね。まあ3人で割り切れる数にしてるからね、600はね、はい、だから割とあの600にしてあるのはちょっと小さくして、あそうなんですね、1500だとどんどん大きくなっちゃうんですよ。そうですね、1500って例えば3本場だったらもう4500とかあるじゃないですか。そうですよね、結構大きいんですよね。だからまあ600ぐらいに抑えようと、300は小さいと。この点数ちょっと独特なんですけれども、このロンロンの点数とかも前原さんが考案されたと お伺いしたんですけど、あれですよね、点数というよりもその積もった時に均等にもらう、はい、均等に払うっていうことですよね。ほとんどかあの
前原くんが考えてあのベストな選択をしてくれたのはそれですよ。いや、そんな会長は、まあ、いやそんなことない、仕事振ってくれたんですよ。いや前原くんに聞いたらこれいいんじゃないですかつってそれすげえなーつって、それで麻雀ファイトクラブでそれを採用して、あ、そうなんですね、今それが一番僕はいいルールだと思いますけどね。それでまあロンドンは麻雀ファイトクラブの後にできたので、はい、まあ、当然まあ連盟としては同じルールで、あのまあ、前原くんの考えた点数制度ですからね、まあ、使ってますけどね。親の点数は、まあ、通常通り 1.5 倍なんですが、積もられた時に子供も親も同じ点数を支払うと、みんな均等払いっていうことですよね、はい、積もり損がないようにと、はい、均等にと。それから難しいルールだとね、あの3000、5000とかねあるんですよ。ありますね。3000、5000って3000、5000分かりづらいでしょ、うん、聞き慣れない感じですね、だから3000、5000って要するに8000点を上がった時に3000、5000って親が倍ではないっていう、はい、それって分かりにくいじゃないですか。そうですね、うん、だから、まあ、あの均等にしたらすぐ覚えられるし、普通の麻雀4人麻雀と同じような点数体系でただ半分にすればいいっていうだけなんで、はい、まあすごく分かりやすいと思いますけどね。さあ猿川の親番ガースが抜け番となっております。ドラは数層、数層統一なのは、森下もちもちなんだよね、まあ、ただもちもちだけどあの、うん、全部両面だからね、イースチーの両面系だからね。今ヒロ君はEピンと9層の選択を してる最中ですね、はい、こちらですね。どっちがいいかということで9層をつもぎりました、うん、まあ、こういう時に例えばもうあの選択するときにね、出てる牌を選ぶ方がいい場合があるんですよ。ああそうなんですよ、うん、本当にそうなんですよ、うん、出てる牌を選ぶ、要するに今急走痛いけど、はい、出てる牌はみんなねあの持ってないんですよ、うん、例えばいらないから切ってるっていうことがあるけど、はい、あのかえって出てない方が、はい、これねこれ一発もだってね、かえってね出てない方が出てこないんですよ、うんうん、会長は今おっしゃりたいのは、はい、要するに出てる牌は山にいると、出てない牌は使われてるっていうことですよ。あるっていうことなんで、ね、例えばあのリャンピンが1枚も出てないというのはリャンピンアンコってたりね、3、3って出てるともうだいたい3はまだ残ってるとか、まあ、例えばちょっと大雑把に言うとですよ、はい、分かりづらいですか。分かりづらいかもしれない、まあ分かりづらいかもしれないけどまっすぐみんな手を進めているから、そう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 、いらないものはそのままいらないものはそのまま出るっていう、はい、うん、そうそう、そんな感じ。さっきのカンピンみたいのは、まあ、いい例ですね。いい例でね、なんだ切れてるってことは確実に、まして相手が本一やってるっていうのが割と分かり、あの色に染めてるっていうのが分かりやすいから、はい、まあ、そういう時はカムピンとかで取れるんですよ。山永先生リーチをかけております。うっぱっそう、まあ、ただもともとこの連チャンが始まったのはあの森下君のEピン打ちですよ。あそこから始まってるから、あそこから始まってるから、はい、まあまあまあ一番罪が深いのは森下、罪が深い、あそうそう本当にそうなの、うん、はあ、まあ三馬ってそういうもんですよ、うん、実はね、はい、私サンマを教わったの会長から、嘘だよ、嘘だよ、本当に20代の頃そんな嘘だよそれ。いやそれいつも言ってるじゃないですか。いや絶対違う、随分勉強させてもらいましたよ。いや、あの嘘ばっかり言ってるのそうじゃないですよ、三人麻雀俺教えないよ。いや、あっとなんだ、赤で積もりました。リーチ積も赤赤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 赤裏ですね。赤赤、はい、なりました。漫画の上がりとなりました。4000オール、まあ、今みたいのも大切なんですけど、何度でも上がりとなりました。上がりチャンスが何度もあるとねえ、例えばね、今みたいな手があるでしょう、はい、で今はこれチュンポンテン取るんですけど、はい、まあ、会長が僕に教えてくれたのは、まあ、両面両面だったら動かないでリーチを打ってた方がいいよ。いや、ういよじゃなくてね、まーちゃんこれ両面両面の時はこれ動かない方がいいよなっていう話をして、お互いにそうですよねっていう話で、なんていうのかな、戦略的にね、やっぱこれはやっぱりサンマはやっぱり両面両面の時は泣かないもんだなっていうようなことを話して、お互いに実践して検証して、やっぱりそうだなみたいな。だからやっぱ教わったの。いやそれは違うな、一緒に戦う、一緒に昔戦うようなことはあったけど、そんなにはないんですよ。ないですね、一緒に戦うことはね。これすごいね、ピンズいっぱい で、それまではねやっぱり泣いてたんですよ。ほうほうほう、
あ、三人麻雀の時は、そうそうそう、先ほど面前って言われてましたもんね、うん、前、あの前原君がね、僕は例えば泣くって言ったのはスピード重視で、はい、行くんだけど全部泣くって意味じゃないんですよ、泣きがち、あの泣き優先っていうような意味ですよ、うん、それとこのルールの三人麻雀は僕は別です、ね、またあの例えばねペイを抜く三人麻雀もあるんですよ、あ、はい、ペイをドラとして抜くというね、そうするとね、あのすごく違うのはね、僕はあの そのルール、あのペイを抜くのはより博打に近いんですよ、ほう、要するにそのパイの数が減るじゃないですか、はい、自敗の数が1種類減ると本一に行くのがすごく不利になるんですよ、はい、だからペイを抜く麻雀の本一はあんまり必死でやっちゃダメなんですよ、パイが4枚少ないから、そのペイをペイがこのルールはペイを使うじゃないですか、はい、ということはペイもポンできるから本一に行く率が、ね、行ける率が高くなるんですよ、はい、だからその辺の差も考えてやんないと、はい、ペイ抜きはもうあんまり本一本一ってやっちゃうとちょっと危ないと思いますけどね、一種類仕掛けられるものが少ない、仕掛け、あのパイの枚数が4枚少ないんだから、はい、今ねヒロ君がねいい牌の伸び方してましたね、何の一曲、山田の親番となっております、ドラはこれも注文を泣いてね、転廃して、うん、入り方がね、ペンチソーを引いたりペン三品引いて、それでイーシャンテになってジャストタイミングでチュンが出ると、チュンを鳴いてスッチンピンの展開、まあ、ドラがトンですからね、ドラドラあります、はい、あとこの手が高くなる可能性はもう待ちはこのままなんで、はい、赤ウピン持ってくるのね、赤ウピン持ってきて、はい、ウピン切ってスッチンピン ね、ドラのトンはさすがに泣けませんね、普通はね、まあ、このサブローピンが、あのサブローピンやスチーピンがそんなに上がれないと、うん、まあ、これは冷静ですよ、はい、うん、これは冷静、ただこれが裏目った時はきつい、これね森崎君おそらくトンね切れないと、あ、きっと、あ、今切れたんだ、トンが切れたから、うん、ああこれ展開いいね、ただまあ、ね、あのスチーピンの街をね短期に変えるのはちょっと無理なんでね、うん、まあ、それはしょうがないでしょう、森下の手はこちら、ガースはね、あのこれだんだん苦しんでくる形だと思うんですけど、チーピンを積も上がりました、山田チュンドラドラ2900オールの上がりです、やっぱあの一気通貫みたいなカウピンとかをね上がり逃してね、はい、あの行くときついんですよ、うん、だから自分がミスしたら大体悪くなってくると思った方がいいですよね、4人麻雀もそうですけど、特に3麻は上がり逃すときつい、あの上がりが偏りやすいゲームだから、上がりを逃すとすごくきついです、上がりを逃すっていうのは安いとか高いとかいうのもあるけど、あの大事な上がりを逃すのはダメね、上がれるときにしっかり上がる、あのそれはね、どういうことかっていうと、打っても戦わなきゃダメだってこと、そうなんですよね、難1局1本場となりました、打つのは構わないから山田の親番です、打ち込みは構わないです、ドラはウーピン、抜け番はガースです、打つことよりもより上がりを逃すことが罪です、罪、そういう意味ではね、はい、うん、ヒサトも3万も面白い、まあ、ヒサト行くからね、ま、ガンガンだもん、もともとねまっすぐというか突き進むイメージがありますけれども、ドラドラですね山田、佐々木プロともやっぱり3人麻雀することは多いですか、いや最近はないですけどね、あのね3人麻雀するかどうかはあれだけど、結局まあ麻雀する相手がいないからちょっと3万やろうかっていうのあるじゃない、うん、きっと稽古の一部としてね、そうですね、ですから去年の法戦はチューンを問い過ぎした3まで調整しましたね、3まで調整したんだ、もう3人めくるの大変なの、みんな忙しいから、あ、もうみんないろんな対局がありますもんね、まあだから何、まあ、やらないよりやった方がいいからね、うんうん、で流れが結構読みやすいんですよ、さあピンズに寄せていく猿川です、チューンが問い詰、あ、選択手なりでいきましたね、はい、目いっぱい初起きていました、いい時はね手なりが一番、うん、まあいい時っていうか普通に来てる時は普通に打ってね、うん、そうやんないと、
ただね、悪くなってきたりするときに今度変化球がいるんですよ。ちょっと工夫が必要なんですよ、うん、工夫が必要なんですよ。チートイツイシャンテン、ここはリアルピン切り、うん、これは悪くないじゃない。この森下君ははっきり言って3200点しかないからね、そういう人はあの工夫がいるんですよね。工夫、はい、うん、あ、いいですね、こういう構えはね。このチューンはやはり猿川はもう泣かないと、うん、いや泣かさないっていうか、まあ猿川はもう泣かないとダメですけどね。仕掛けていかないと、うん、まあ、森下はそれを、まあ、チートイツにしてるから出てかないだけですけどね、はい、だからね、こういう絡みになっちゃうんですよね、なかなか。これで数層かリャンソーですよね。数層っぽいかな。ローピンを持ってきた山田手が通ります。そうだね、数層切ってリャンソー、まあ、リャンソー切り、まあ、どっちかですよね、4か2かっていう。ただそこに今度勘がいいか悪いかが関わってきちゃうときついけど、まあ普通はリャンソーの方を残す方が、おっと、数層の方だったね、まあ、だから今のでリーチいかないとダメだね。だから数層残すなら数層残す意味が相当ないと、まあ、あの場面から言うと、まあ、2の方がありそうか、まあ、ただ猿川は絶対持ってないわけだし、ね、まあ、4も持ってないとしても2の方が、これはちょっとヒロ君のあれかな、これが失敗しちゃうときついな。きついね、うん、でこれがね、あの上がり直しにならなければまだいいんですけどね、まあ、今このリャンスを重ねたことが上がり逃しになってしまうと、うん、まあ、これあのローキューピンかな。そうです、ローキューピン打ててるわけですよ。他の人にローキューピン打たれたり自分でローキューピン上がり逃しちゃってると、はい、麻雀はだいたい悪くなってくるっていうものなんですよ。残り10名も少なくなってきました。ああ、これは流局かな。まあペーポもあるけどね、まあ天敗できるっていう、誰か天敗入れることができるでしょうか、まあ、森下がこれねしっかり結構打ってますね、うん、今は冷静ですよ。チューンをあんこにした猿川です、うん、あ、サブローピン、サブローキューピンだね、サブローピン、サブローピンキューピンの変則三面ちゃん、うん、玉点です。まあ、これがリーチ入ってたらどうなるかですよ。もうこれも上がり、もうないね。あと親が最後のツもあるんですよ、この3人麻雀だとね、はい、うん、ここで本当はここでリャンソー缶が入ってるんですよ、ね、あ、缶できねえのか最後だとね、できないですね、うん、ここは猿川の一人転敗で流局となりました。まあ、ローキューピンでリーチ打って親の連チャン入ってないとダメでしょうね、うん、手をじっくり見て、さあ次の曲に進みます。残り時間が表示されておりますね、33分24秒まだまだありますね。はい、だからね、これ森下くんね1500しかないじゃないですか、今度全然取り返せるんですよ。おー、まだまだ取り返せるのが3人マージャン、僕は3人マージャン、なんてことないですもん。5万点や6万点親番を迎える森下です、うん、ちなみに、時間は70分プラス1曲なんですけれども、このまま70分以内にですね、4曲まで終わった後はですね、時間がまだありますと射入するという形に、射入ね、はい、はい、形になります。なのでまだまだ引き続き今対局は続くという形になります、ね、ガース本日だねこれ、うん、本当に回答をおっしゃった通り、はい、森下君もここを勝負どこではあるんですよね、うん、やっと来た親番、何2曲2本馬となただ前回の打ち方良かったんですよ。ただ単にもうまっすぐに上がりに行かなかったじゃないですか、うん、上がり、要するにチューンを例えば泣かせなかったとかね、はい、そういうの、あ、もうガース転敗ですね、もう積極的に仕掛けたガース、もうダブナン、ダブナンでしょうこれね、なんかもうこれはダブナンとドラのシャンポンだよ、カン、はい、だね、うん、さあトンをカンしてシンドラは白だね、白となりました。こんなの誰も例えばもう、まあ、手がどうしようもない人はね切りませんけど、前に向かってきますからね、うん、山さんカンドラ白です。こちらガースイーソー、ドラのイーソーと自身のダブナのシャンポンですね、3枚。あ、イーソーがなくなった。まあどうなるか分かんないけどね、うん、
これ猿川くんの手の中もサンマっぽくないよね。ああいう換算品とかあんまり作んないんだよね。あれ森下くんも三品切ればよかったよな。上手ここで三品切り。なんかだんだん時間が経つとこう掃除がだんだん、うん、高そうな感じになってあれですね。これでパーピンか。序盤はそこまで警戒度がなかったものの順目を追うごとにガースの想像も出づらくなりますか、ね、そうですね。そう、はい、だんだんこうなってきちゃうからね。ただ、まあ、いきなり止まったりはなかなかしない、まあ、あの出るんならさっと出てほしかったっていう感じよね、はい、うん、早いうちにパンパンと出て終わっちゃうみたいな。関数層を引き入れた森下3品も通ってるでしょ。これこれ3品切り、うん、まあ長いね。言いそうはないからね。言いそうはそうですね。何が山に2枚残り何が2枚となっております。森下君は多分あここに何が来ました。これ 嫌な範囲なんだけどさ、うん、まあ、チーピンから行くなら行くっていう手はある。本来これで補充になってるんですよね。あの白と言いそうのシャンポンになってるから。あ、うん、あの想像の7、8キロね。そう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 、うん、あの時3分やってると、うん、すぐテンパって、まあ、順調に豊穣になってるっていう、まあ、リーチを打つなら打ってね、はい、うん、でこういう風になっちゃったからあこの何出てしまうのか。チンドラ白ドラドラになっているのは森下ですか、うん、ここはな、まあ、これハネマンだね。さあこれがその豊穣となりました。ダブナン本一ドラドラ12,000、1万3,200、1万3200の上がりとなりました。ガース、でもあのチーピンって通ってるんだよね。チーピンは通るよね、うん、あのサルちゃんがチーピンって手変わってないから、うん、まあただ自分的には何は絶対いらないっていうね、うん、あ、はい、そういうイーソー、ドラのイーソーとドラの白がもう4枚あるから頭切り替えられないから何が来ても困っちゃうよみたいな、うん、もうこの手を上がりに行くって、うん、だからもうだけどまあだったらチーピンもいらないってことか。そういうこと ね、そういうことだね。だからチーピンを切って粘り込んでテンパって補充っていうのがまあ大体正しい補充の形かなと思いますけどね、うん、さあガースが、はい、何曲となりました。ガースの親番ドラはチュンです。あと残り時間どんぐらいですか。まだ結構ありますよ。先ほど29分という表示が見えましたね、うん、まだまだあります、うん、あ28分45秒、うん、残り時間となっております。まあちょっと森下君はちょっと圏外かもしれないけどね、はい、あとはもう分かんないですね。今回の抜け番は森下です。チーピンを引き入れてここはシャー切り。トンとナンが統一なのがガースです。まあ、ガースのチューンがちょっと早いよね。普通流派で良かったですよね。別にね、そうですね、うん、そういうのを別に怖がることないんで来るかもしれないから。こちらですね、2巡目にドラゴンチューンを切っております、うん、ね、うん、もう、まあ、手の形今決まってるんですけど 今ぐらいに出てくるんですよ、うん、チューンと、ね、ちょっとその辺が出すかな、うん、ちょっと雑だな。もうちょっと持っていって来るもんですよ、うん、よかったら来ますからね。その辺が割と丁寧にやっていかないと、はい、よろしくないかなと思うんですけど、ね、3人麻雀はとにかく丁寧っていうのはすごく大事、うん、丁寧かつ大胆、丁寧かつ大胆、丁寧かつ大胆。赤ウピンをさらに引き入れて、うん、これも、まあね、こう自然に出てくるんですよ。これだからあのチューなんかも自然に出てくるんですけど、はい、これでいいんですけどね。ただあの2巡目に切れるものではなかったね。であそこで仮にチュンポンされるともうクタンクタンになるからね。おお、なるほど。ちょっとチートイツとね、うん、スーアンコも両方見てとね。チートイツあるからね、うん、ローピンチーピン重なってチートイツっていう。おお、ガースどうする。リーチか、まあ、これはもうね、あっちが先に来ちゃったらね、5が先だと違うけどね。イーピンと何のシャンポン、これ上がりだな。もうツモが流れるように来てるじゃないですか、うん、そういうの上がれるよね。サルカーもここまでピンズ伸ばしましたが、うん、ここはやはり厳しい。丁寧、あ、何持ってるね。ガンが入ったよ。アンカンです。ナンが減った。シンドラはシャーです。これね、ナンがゾラ表示牌に。表示牌ってことはヒロ君結構危ない。危ないね。そうか、うん、この浮いているナン、当たり牌のナンが浮いておりますが、また大丈夫。しかもスワンコンにしちゃった。うわ、いいじゃんってんだね、
これはちょっと絶対絶命に近い。整ってくるとこれは危ない、うん、こっちもすごいことになってきたよ。うわどうなりますかこれ。サルカーも今すごい手だよ。こちらですね。もうちょっとね、ピンズのこれやっぱ押していきますかね。これ急速切れますから、はい、ね、本人は痛いと思ってるけどマナー当たりだから、ね、いやこれはちょっと鎮逸見たいね。この鎮逸とぶつかり合いも見たいね。ねえ EP も一応1枚残ってるね、うん、そうですね。手の中に1枚川にはないので残り1枚山にありません、ね、おっと、うん、おっとおっと、いいピンズ持った。詰まりました。3個もついたよ。ピーチ、ツモ、トン、3アンコ、なんだなんだ、ドラ、1、2、3、ドラ、赤、ドラ3、ドラ、まあ、バイマンは硬いのか、うん、ディーズモ、2役、あ、違うよ、ね、ディーズモ、トン、3アンコ、1、2、3、バイマンか。そうですね、赤ウソがもう一つ、ね、あの中に隠れてるので、バイマンということになりますね。赤ウソ隠れ親のバイマンとなりました。赤ウソ隠してるよ、あれ。1万2000オールの上がりです。ねえ、こうなっちゃうね。どう打っても上がれる、ね、いやあの薄いイーピンをしっかりとつも上がり3アンコウまで、うん、これは大物手炸裂です。さあそのガースが引き続き親番となります。でもこの辺がやっぱりね、はい、サンマの波を捕まえるって感じだよね、うん、まあ、波捕まえたって波が来ちゃってるね、うん、今ね。どう打っても上がれる、うん、この後ですよ、はい、この後ね、これが先ほど言ってた今、うん、波が来ている。このぐらい来てるから、はい、これをどうやって、うん、さっき確かペン3ピンでもらってるんだよね。ペン3ピン、うん、なんかまあ、うん、いろいろ何で曲がってるようなのはなっちゃうから、はい、何通りも上がりがあるとさあガースこれいいんじゃないですか。うそガースそれパーソン切ったのラン3曲1本バトルになっております。リャンピン切ったんだったらねもうパーピン9ピン切っても大丈夫ですよ。ガースの親番ドラはローピン、うん、もう伸びるか抜け番は山田となりました。あそうですこれで抜け番がどんどんですねずれていくということでペーチャ先ほど森下が、抜け番だったんですけれども、一本場二本場と本場が積まれていくごとにこの抜け番も変わっていきま す, するなので次の山田が現在は抜け番となっています。ガース国主も やろうとしてるの。ウォーチュンがあんこになりました。初も統一ここは急走切りピンズになっちゃうわけ。もう一色にはなりそうだもんね。サウピンを引き入れました。赤ウーピンですね。あもったいないともったいない。ダブナンが統一なのは猿川です。うん、それに向かっていかなきゃダメだね。これ多分向かってきますよ、うん、だから向かっていけば、ね、いいんですよ。向かっていけばいいんだけど、うん、森下が先制リーチ、あの向かっていかないと僕は思う。リーチ、イーペーコー、ドライチの先制リーチを入れました。向かっていかない、向かっていかないと思う。よっぽどにならないとね。ここでサルタン向かうな。うん、あの他の人は別として、うん、そのガースの問題だから、はい、ガースはここで何でも切らないといけない。おこのあ森下本当はね、それが3馬ですね。このガースの手配、ああこれで相続切ったくね。え現物なんです。現物いっちゃうんだよ。ただパーピン切っちゃうと9ピンどうするんだっていう話ですよね。まあそれも切るんだけど、これで助かってるのね。例えばこっちはポンテンか、あこっちにうちだね。ああこっち6球層か、6球層の天杯、はいはい、本店を入れたのも猿川です。で9ピンだね。ダブナの天杯ですね、うん、9ピン切らなきゃいけない。これ9ピン切らなきゃいけないって言うんですよ。あの切らなきゃいけなくなってしまったって感じ、うん、いやいけそうじゃなくて、もう切らなきゃダメなの、3人麻雀は切らなきゃダメなのよっていう、はい、だから打つこともしょうがないっていうふうになるんですけどね。だからその前に想像が残ってるとまたちょっと違うし、はい、サルちゃん考えちゃダメ、もうノータイムで向かっちゃう。あのこんなあのダメなやつにね、うん、あの降りる必要ないんですよ。だって何にもないんだもんこれ。あしかしここはパーソン、うん、これもダメですね、うん、これもダメだね。 これがリーチの効果ですね、うん、やっぱりリーチをしてだからリーチを無視できる状態なんですよ。ないもんだと思ってやってればいいの、うん、それそうないもんないんですよ。その
リーチをかけてるのにリーチになってないですね。あの前これで補充だったんだね。これで上がっ、これで助かるのよ。これで、ね、あの上が自分が振ってるのが助かるじゃないですか。はい、そうするとねあの変わってくるんですよ。うん、そういうのが麻雀なんです。振り手のレアウソと、でもこれ抜いちゃうねもう。抜いた。ここはパーピンを抜いて、ね、回っていきます。あるか。まあ本人曲がり直しを感じてるから。まあ、今日に関して言えば、うん、まあ一応70分で終わりだからいいんですけど、はい、3人麻雀も例えば長くやるじゃないですか。これ何時間も例えばやろうとしたら、あ、はい、こういう傷がどんどん今度は傷がきあの反対に自分も今度こう苦しめることになるんですね、うん、で反対に森下くんがたあの立ち直ってきちゃうんですよ。あ、ただ今日さっきのサルちゃん の、はい、あの押さなかったのははっきり言ってこれエラーなんですよ。ロー球層で上がってこないと、うん、だから、うん、あのマイナス 11.5 の人間に降りちゃいけないんですよ。叩き潰さなきゃ、さっき言いましたよね、もう死ぬ、あ、この相手を殺すゲームだっていう。あ、はい、言われてましたね。だからこれあのもう死んでるやつはもう絶対生き返らえ、生き返らないように。どうも表現が良くないんだよね。表現良くない、表現良くない、ね、もうそうですね、こう這い上がってこられないぐらい。だから亡くなった方には絶対にあのもうメイドに帰っていただかないようにどういう言い方すればいいんだね。まあ、あの調子の悪い人間はね絶対復活させないように、はい、復活させないっていう、まあ、あのコツ、それが三人麻雀のコツです。肝。ただそれをただこうやって言ってるけども、それをどれだけ実践できたり応用できたりするという技術もあるからいくらでも言えます。そのいくら教えてあげてもさらにその上があるから、その辺は結局引き出しのこう引き出しと経験とかね、うん、あるそれはあるから、だから簡単に言えば、はい、あの手を滝沢久と山田博に持たせたら絶対あの老朽層で上がってますね。あ、もうまっすぐしっかり行って、うん、行く行く、もう這い上がってくるものは、うん、それは会長もそうだし、うん、僕もそうだし、うん、まあ荒さんあたりもだって あの相手のリーチ見てないもん、うん、見ないですよ。ああの、はい、うん、例えば今森下がリーチかけたら全然見てないもん。ラッキーってね、あなたはいない、あのいないものとして考えるんですよ。自分の上がりプラス先手ついた、うん、自分の手が良くてついてないやつのリージュンの時はいないものとして考えて、うん、パイの組み合わせだけで考える、うん、森下の一人転敗で流局となりました。だ逆に言えばガースのリーチはやっぱり警戒しないでしょうね。あ、一番トップのリーチですね。ただこれあのガースがどうなったか、まあ、ガースの手順云々もあるんですけどね、ガースがレンチャンの、猿川が失敗した時にガースのレンチャンっていうのも結構あったんですよね、うん、あのまあ、場合によってはね、そうなくなっちゃってるからガースが抜け場になっちゃってるからね。猿川の親番日本馬です。ドラバ2万猿川だって今のが大きなミスに多分なんないかもしれないですよ。抜け番はガースです。トップ目のガースが抜け番、キューピンキレブじゃん。ここはリャンソギリ、だから2着目のヒロ君とサルちゃんは、はい、あのまあ勝負どこですよね。ドラ失礼しました、ドラ9万ですね。もう追っかけていかないとしょうがないから、やっぱこう手がどんな風に伸びるのかみたいなとこが、うん、あの作り方がまあ下手だね、まあ、露骨に下手って言ったら。ここで先制リーチを入れました山田。シャーとリャンピンのシャンポンです、うん、打たれたばっかで嫌なんだけどね。シャーが一番打たれた後でしたもんね。シャー打たれる、シャー打ちでも上がれた、まあ、止まらないよね、うん、リーチ、まあどうしても場所的に掴むのはあそこっていう感じになっちゃうね、うん、1300は1900の上がりとなりました。もういや森下君のとこはちょっとどうしようもない状態ですね、うん、あのシャーがやっぱり必ず来ちゃう。1300は2500の上がりで、森下君みたいな状態になっちゃうと3万ねとても厳しいです。ああいう風にならないように、はい、打つのが大事っていうかね、そういうふうにいっちゃうとちょっとね彼を批判するような、いや批判というんじゃなくて、その打ち方として一番最初のスタートのピンズの位置抜きがダメなんですよ。手を崩して打ってるから、あれもあれが折り打ちみたいになっちゃってるから、まあ、手順の問題もありましたよね、うん、手順の問題もあるし、そういうのがで当たってしまうと自分から勝手に悪い世界に飛び込んじゃってる、うん、さあ時間まだありますので、なんとシャニューですね。
シャーバとなりました。シャー1曲、山田の親番。これがね、あの普段あんまりやってないからね、結構みんな間違う。あ、まあ、僕も間違った。例えば難波だと思って泣いたりね、それちょっと、だからまあちょっと会場ではそれはあのしっかり言ってあげてねって言ってるんですよ。シャーバですよっていう。ガース、これダブシャーってことですよね。シャーが統一。そう、これシャー、ごめんなさい、これ泣いてないんだけど、泣けなかったんだっけ。いや、多分泣けなかったんじゃないですか。泣けなかったのかな。その時にはまだその時なかったですかね、うん、ここでもし仕掛けられたら一応シャーバのシャーチャということでダブシャーが、ね、ダブシャーだね、うん。ヒロ君は追い上げたいとこだね、ここはね。この親番をどれだけ、うん、あのちょっと僕ごめんなさいね、シャアがどうだったのかちょっと見落としちゃったんだけど、ね、ガースがシャアを泣けなかったりしてる、もし泣かなかったんだとしたら、はい、結構チャンスかもしれないよね。お、国士、うん、ね、国士言ってますね、うん、国士言ってるね。ガースが国士に向かいます。なんかこのちいちゃマークのシャアっていう表示が見慣れないので、うん、すごく不思議な感じがします。さあ、シャアバとなっております、うん、うん、ヒロ君の選択難しいな。ローピン切りしましたが、こちらがアスの手配、うん、ドロノリアンピン、ね、まあ、いいシャンテを ね、いや、あの、ドロノリアンピン、あれだからね。ただペーなんか切る手もなくはないね、うん、ペー切ってて今ローピンが固まって、ローピンか、そうなんですよね、6-6で単用だよね。タモリした悩みつつ急走切りです。森下はペンチーソーテンパイでしたが、うん、ここはテンパイを取らず、うん、さあしかしここで山田からの先制リーチが入りました。結局同じ、同じ、間違いですね、うん、タンヤオがついたら ついたかどうかだけで、手順で打っていくと結局ウッパソのリーチ、リーチドラ1、森下が、まあね、浮いてるんだよね、うん、浮いちゃうんだよね。さあここで当たり牌高め、まあ、9がイーペーコの嘘を持ってきた、うん、2も切れるし、9も切れそうだしね、はい、うん、みんなこうやってなくなっちゃってくるね。バースがどんどん薄くなるんだけど、ね、三枚とガースに、いや、ただ上がれないかっていうことはないんですよ。分かんないですよ。分かんないですよ。三枚は1枚あればいいから。本当に麻雀パイ1枚あればいいんけど、三枚は特に1枚で本当に大丈夫だから。この9分微妙だな。ウッパーピンめっちゃめちゃないからな。ウッパーソー残り山に2枚ですね。うん。トンナンシャーペー。白髪チュン、おお、国士まだ向かうわけね。あ、ピン切り、うん、チュンが3枚。あ、ここかな。9ピンで捉えられるかな、まあ、あの9切ったりできるんじゃない、あの、うん、危ないから。でこの時にね、うん、この時にもう自分がダメだということが分かってるかどうかが大きいんですよ、うん、もうまっすぐ行ったら自分が負けるっていうのが、あのこの牌が当たるじゃなくて、まっすぐ行くと自分がやられるっていう感覚大事なんですよ、はい、様は。もう自分がやられる、必ず自分が、だって3人しかいないんだから、はい、やるかやられるかって、うん、もう全部絶対これ自分がやられるパターンだなっていうのはよく読めるから、あ、はい、うん、そういう時はもう無理しないみたいなね。あ、そういうのはね、奈良さんなんかも本当に達者。あ、この後出てきますね、奈良プロも。いや、それは 何かっていうと、昔からもう麻雀を体で打ってるから、うん、もうそういうあの目に見えない理論みたいなものがね、はっきり分かってるんですよ、ね、ここ頑張った、肌身に染み込んでる。うわー、これか、そうなんだよ、単用にしたかったね。単用にしといたら寒中相談もできたんだよね。当たり牌をなんとか吸収して、うん、吸収したんだけど、丁寧に打ったんだよね。ただ9ピンいかなかった分ダマができなくなっちゃったから。寒中相談のテンパイは森下です、ね、いや、これは良かったんじゃないですか。いや、でもまだパイがあったら危ないよね、うん、パイがあるならね。ウッパーソー残ってるから。そうです、ウッパーソーまだ、あー、パーソーが1枚残ってるの。ウーソーは全てなくて、パーソーが残り1枚ですね、うん。片やチーソーは、チーソーは山田の手の中に2枚。ない、え、ないでしょ、確かない、確かなかったよ。これで最終で、そうですね、1枚あんの、流れた、まあ流れたけど打たなかっただけ偉いよね、はい、うん、2人転廃で留学となりました。パーソーを打たないでね。ここは山田と森下の2人転廃です、うん、今のはあの高評価と、あ、高評価、まあ、今のはね、うん、森下
ちょっと上がったり下がったりですけど、いやいやそれはそうです。いいプレーしたらそれは、ね、OK、 今は良かったよね。良かったらいいってちゃんと言わないと、うん、まあ、ローピンとキューピンのそこのところ、ね、まあ、そこは微妙ですよ、うん、はい、手堅く打つのが大事だから、キューも出てないんだからね、うん、それはあの丁寧に打ったというふうに評価した方がいいと思いますよ。いいものはいいと、はい、ダメなものはダメっていうのが、連盟の方向性ということです。まあ僕はそう思いますけどね。うん、後でなんか見直した時に自分で、まあ、やっぱそうしないとね、やっぱりダメなものもね、ダメなものをあの褒めちゃうと僕はあの皆さん見てる方にね申し訳ないと僕は思うんですけどね、はい、私は一曲一本場引き続き山田の小山です。関係ないからガスを映してるあれ原点1だね映してる方にスイッチャーの原点1抜け版のガースです。あ、こちらすごいですね。チュンガンアンコ初ドイツ。まあ、サニーマージャーこういうのはね、よくあるんでね、うん、これ抜け版の方は、うん、あの森下の手がちょっと変わったっていう関係、そういう関係分かりますか ね、 ね、森下の、うん、さっきまでとちょっと違ってきたっていう、ね、こちら森下、うん、ダブナンとハクがドイツ。ただ時間がないからちょっと無理かもしれないけど、サルカーが初を仕掛けていきました。ただここでもうさっさと上がって、うん、ドラのリャンピンがアンコになっております、うん。で今これシャーバだよね。あとは何だか、ね、失礼しました。ドライピンですね、うん、これシャーバだ ね、 なのか、うん、ね、これ上がれるっすよ、うん、これ上がり、猿のうちかどうか分かんないけど、さあ森下が先制入りを掴みました。両方当たり、はい、掴んだ。ハクトナンのシャンポン、まあ、猿が悪いわけじゃないんですけど、前回の森下君の打ち方は良かったですよ、はい、ね、それのご褒美だと思った方がいいね。あ、そういう捉え方が大事っていう感じですね、うん、やっぱりあの絶対に自分が打つだろうみたいな時に、うん、やっぱり、まあ、パスを切らないで、うん、もうパスをえいやっていかないで、はい、ピンズ切ってこらえて、うん、転敗して打たなかった、そういうんで変わってくるもんなんですよ。そうなんですよね、これね、うん、もうサンマに限らずもうマージャー全部そう。今ソルカーは例えばチューンをアンコーから切って降りていって、もう手堅く打ったですね、うん、これ偉いよね、これも偉いよな、うん、いきそうだけどね、うんうん、これはね、サルちゃん評価、これはサルちゃん評価高い、これは、ね、評価ポイントです。ただ一つはね、はい、青ポンして、ね、これしょうがないんだけど、その、うん、ポンして入れさせた天敗というのと、あと動いたか手堅っていうのはちょっと悪かった、悪かった。ただねこれを降りる人はね、あの、うん、今はあの評価って言ってるけど、反対に上がれる時にも降りるよ。あ、うん、結局あ、これをこんな打ち方してる人は、あ、これは崩れるだろうなって僕なんかやってと思う。ハクとナンは残り1枚ずつ山にあります、うん、まあ、たまたま打たなかっただけだよねっていう、あ、来ないよねっていう、あ、これ来ないんだみたいな、あ、なるほど、この人は来ないんだ、だったら戦えるなみたいな、うん、うん、ヒロコマンドが今回行きますから、何にしろローピンでもどっちか今選んで最強なんですよ、この状態ですね今ね。6行ったよね、うん、6当たられてどうなのって、当たってもしょうがないっていう考え方そういう考え方ですよ、しょうがないっていう、当たる当たらないじゃなくて、当たったらしょうがないっていう考えだしね。これが上がるね、これ暴れるようになっちゃった。リーチいつもダブナン、ね、リーズもダブナンドライって漫画しかないんだけど、4000オールですね。あ、そうだ、射入してましたね、はい、失礼しました。リーズもなんか赤いです、ね、リーズもなんか赤いですよね、ダブナンじゃなかったね。4000は4000、まあ、ダブナンでもね、600オールの上がりとなりました。ヒロ君にとって痛いですね。ただまあ、うん、時間があんまりないから、まあ、森下君の復活まではないけどね、ヒロ君はちょっと痛かったね、失礼しました、うん、1本場でしたね。4000は4300オールの上がりとなりました。約、まあ、2万点弱の差ですからね。今あの南博猿川君が持ってたからね、あれ引かれなければ。ただそれはその前にやっぱり森下がしっかり打ったから、うん、ね、あの南博が出なくても積もれたっていう、前の曲からしっかり引き続いて、うん、でただここで大事なことはね、南波じゃないよっていうこと。そうですね、そうでした、失礼しました、これを間違っちゃうことなんだね。私ね、前間違えたのはジャントーがね、ピンフだと思ってあっちゃったね。普通に自分には絡みのない役配だと思ったら、うん、その場が森下良くなってきたよ。これシャア2曲となりました、親番は森下です。
抜け板は山田となっております。手の動きが全然違ってきましたよね、今森下の手を見たときに、その手の動きが全然違ってきたきっかけがどこかが大事なんですよ。きっかけ、うん、まあ、猿川も今うまい打ち方してね、まあ、ペンチーピンのイーシャンテン残しながらチーピン引き見ながらピンズの変化を見てね、あ、これが98外しはテンパイだね。うまく打ってダメだったか、どうだったの、うん、前ちゃん。いや、キューピン外すかなと思ってましたけど、それもあったけどね、うん、素直にね、別にピンでもおかしくないんですけどね、うん、それがうまくいかないくなってるね、うん、まあ、両方イシャンテンはイシャンテンなんですけどね、ただドラ引いた時が嫌だなっていう感じだけだけど、一つ先を見た打ち方をしたらこういう風になっちゃったね、うん、そうするとその分ちょっとサブローソー、おっと、サリアンソー安感です。シンドラは小さいです。この一手損が間に合うか、ね、森下の3層助けてんだ、すで、うん、に、そうです ね森下1回助けてんだ。あ、それはさ、現在ドラは小さいとチ ー,、うん、チーピンですね。あらら ら, 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 ら、ね、悪い方に行っちゃったね。森下くん何泣いてもダメだからな。ただここがちょっと時間をくれたからね、まあ、ロキューピン質素悪くないじゃないですかね。でも森下君の調子が上がってくるともう手の動き全然違うね。違うね、もう表情に頑張ってちゃうね、なんかこうスピード感がありますよね、うん、そうこれ回っちゃうんだよな。あ、リュウハか、リュウハを暗冠しました。さらにシンドラが増えます。シンドラは数層、うん、まあ完全にノットリーチ、難しくしちゃった ね。さあここで親森下からの先制リーチが入りました。チーピン、あ、ゲームスタスチソーのリーチです。カウンローソーだね。これがナンが、これシャーバなので普通にピンフもつくってことですね、うん、ここは間違えちゃいそうです。サブローピンもそんな弱くないか、これ使われてるか。ああ、こっちの方がいいなって、白切るあれがない。コースがこれ打つ、これを切ったこれ打つ補充になる、うん、サルカーに打つね、サルカーに補充に、うん、ドラが 1,2,3 単野をドラ4、ドラいくつだ、単野をドラ3、1ドラ4、単野を赤赤漫画だね、うん、漫画ドラですね、はい、半夜をドラ4の上がりとなりました。まあ何度失敗しても上がるね、先手の上がりです。結局上がるか、ただつまわりと出上がりって違うからね、うん、でもガースから出たってのは大きいかもしれない。早いとこ、うん、大きくなったけど、早いとこで言うとあの森下の3層が間に多分もう間に合ってますね、間に合っちゃってるからね、その時だとそんなに高くないですけど、多分まあその辺も今後どうなるか微妙よ ね、うん、まあ。さあ、サルに曲は済みました。シャー3曲となりました。ガースの親番、あと時間があんまりないですね、3分、あとだからドラはこの曲が早く終わってあと2曲ぐらいかな、うん、抜け番は森下です。時間が少なくなってまいりました。親番のガースの手配はこちらです。トンと白が統一なのは山田、お母さんチュンが統一、ここはロソ切り、残り少ない時間となりましたが、ただ山田もとガースが、いや、もうサルちゃんも含めてもうビサ、もうこの点差ではビサですか、うん、まあ、ヒロ君が今ウーピンを切ってるんで、僕はねウーピン切らないんだよね、このウーピンですね、うん、ウソを持ってきてリアンメンターズに変化しました。ここで選択か、もうこれもう想像を叩き切っちゃうかもしれないもん。ああなるほどね、ここはトーンを切っていきます、うん、ドラのシャーは誰の手の中にもありません。親番持ってくるっていうことか、ヒロ君の考えは。そうですね、うん、そこで勝負ってことでしょ、うん、そっちの勝負か、まあ、じゃあだったらそれはあるね、うん、あんまりここででかい手を作るよりも親を持ってこようっていう、親番まだあるからね、
おガスはさらに発も重ね、流派も重ねてピンズの本線に向かっていきます。ここ、ね、白がね、うん、痛いね、しょうがないんですけどね、うん、ヒロ君ヒロ君で親権を引いてそこで勝負って考えてるから、うん、そういう考えだったんだろうね。早く親を追ってきたい、うん、まあ、それはそれで一つの考えありますからね。サルカーパーソー、はい、時間的に残り山田の親はいけるんでしょうかね。いけるんかね、どうかね。ただ今難しい、ちょっと厳しそうですね。ごめんなさい、ガースが親だもんね。そうですね、ガースが親だからいけないな。そかそか、だったらここ高い手が必要だったかな。次の次になっちゃいますもんね。もうこれともう1曲ぐらいでしょう。そうですね、残り時間的に残り2曲ぐらい、ね、これを含めてプラス1曲ぐらいですかね。ガースどうなったの。あれ4切ったよ。ガースさんは2ピンを切りましたね。これでチーピンを持ってきてスーピン切り。いや、チーピン切りのが良かったみたいだな。同じか。まあまあまあ、スーピンの方がいいのかもしれないね。流派だ、流派出ないね。まあ、テンパイだね、これでね。流派とチューンだね。冷静に闇点に構えます。あ、今タイマーが鳴りましたでしょうか。流派とチュンのシャンポン、ガースが闇点入っております。今時間となりました。じゃあ次はもう1曲ってことで。そうですね、今70分の時間となりましたので、はい、プラス1曲、この次の曲が最終曲となります。ただもうこれヒロ君はもうこれやめてるかも、やめるかもしれないね。すごい微妙なラインですよね、微妙なラインかい。流派打っちゃうともう多分次はきついね、うん、ああテンパんないことを祈ると。あーで、ヒロ君のことは打たないなこれはなと思うけどね。ここでもう、うん、もう一曲あるからね。で点差がこのぐらいだから1万点ぐらいの差だから、はい、ま、あの大山上がればもう大丈夫ですから、はあ、ね、ここでどうだっていうことだ。テンパしたぞ、うん、さあ流派これが出てしまうか。うがリーチ打ったのか。さあしかしこれはガースの上がりとなりました。この1万2千は本一、ね、ドラ1、この1万2千は決め手だね。1万2千点の上がりとなりました、うん、でこれで最終局、これで最終局だね、はい。2位は準決勝に行けるのとね、はい、まあまあ、3位は2位が1回打てるんだよ ね、 2位の人はね。そうですね。で3位の人は抽選になるんですよ。で今回の抜け番がですね、うん、現状4位の森下がこの最終の判断、うん、最終の曲は、ね、はい、抜け番となります。だからまあヒロ君はこれはもう上がるだけだね。上がって2着にして次の卓にもう1回進むようにした方がいいね。これ一本場ですもんね。はい、シャア3曲何でも上がればいいでしょう。一本場、うん、ガースの親番です。現在トップ目76,400点持ちのガースの親番、ドラは9ピン、そして現在展望が今一番少ない森下が抜け番となっております。この曲が最終曲となります。これは抜かすのはちょっと難しいね。うん、難しかったね。全曲のあのテンパイ取るかどうかってすごい山田プロのですね。リーチまでね、うん、行ってやっぱりそこでドカンと行こうとしたからね。そうですね、うん、あそこで行くってことはもう本当に上がりに向かうから、うん、そういうことだったね。意気込みのリーチですもんね、うん、ただ次の曲を、まあ、するのかっていう選択、テンパらなきゃね、はい、よかったけどそうもなかなかいかない。次の曲勝負に、まあ、テンパったら行こうと思ったんじゃないですか。きっとだから多分ね、うん、あのもう親番がなかないっていう計算をしたんだよね、うん、あ、そうですね。だからここで、うんうん、まあテンパったら行こう、はあ、ね、まあ、ガースピンズ切ったガースピンズ切った方がいいよ。ガースもっと上がった方がいいよ。想像伸びそうだもん。これも残してもいいよ。いやもう切っちゃってるから、うん、あ第1弾に切ってんのか、うん、あ、そうか。さあここでウーピンを持ってきて、これはつも切りですな。うん、スーピンでいいもんね。さあここはウーピン切り、うん、
国語詞になっちゃったね。そうですね、山田は、まあ、今のもあの三人麻雀だとね十分に本一になりますよ。うん、うん、あの僕が昨日ロンロンでやったパイフの中にね、はい、途中で最初に本一いかなくて途中で本一に切り替えて上がったのがありますよ。僕のパイフ見ればわかるけど、あ、最初からではなくて最初本一やっぱりやろうかなと思ったけど やめとこうと思ったけど途中で本一に切り替えた。それでも、はい、過去最終的にサブロー9層で上がったかな、はあ、すごい遅い本一変化、途中から本一に4人麻雀となかなか途中から切り替えても全然もうないですけど、ね、最初はそっちの方見なくても、はい、途中で気づけるかどうかやっぱ能力ですよね。あ、これはどのやっぱりこれこっちだなっていうね、まあ、間違ってるんだけどまだこっちに行かなきゃダメかなみたいなね、うん、方向性の修正が、うん、修正、まあ、修正はっきり言ってすごい遅すぎる修正だったんですけど、うん、それでも上がれたよっていうのが昨日やってたなでこれ国士は何シャンテンなの今が1、9、3、リャンシャンテン3シャンテンシャーチュン9ピンなのでリャンシャンリャンシャンテン、うん、リャンシャンテンも分かんないよ。シャーとチュンとキューピン、お、チュンで一応考えてるぞ。お、やめたぞ。お、えらい。これは評価点。お、まだそれ当たり前か。入りました。そうなんだけどあれね、うん、ションパイのチュンはちょっと打ちづらいということでガース、一応国士がね、はい、なんかいやガースは、まあ、上がりに行かなくなったんだろうね、まあ、もちろんカウンソーはとかペンチピン行きやすい出るかもしれないけど、あ、引いちゃった。おー、ペンチピン引きました。この人はあの切る人じゃ、おーあったー、慎重キラジキラジ、へえ、こんなガース初めて見たよ、うん、で後でなガースあそこは打たないでしょって言ったら、だって僕アメリカ人だもんみたいなガースなんであそこで怒るのって言ったら、アメリカ人っぽいでしょ似てるああやって、なんであそこで怒るのって言ったら、アメリカ人っぽいでしょ。国士を直撃とかじゃない限りはまくられないですもんね、その可能性だけはこう完全に安全にと、はい、3着ってこれ人気投票、3着人気投票、あれすごい嫌なんだよなそうなんです、これは、投票によってですねまあ4人でやってるからね、まあ、3人でやってもいいんだけどね、うん、だから本当言うと2位だけ3人でやる手もあるんだよ、なんか生き恥をさらすようでさ、うん、確かに私法王なんだけど、そうですよ、誰に負けたんだっけなあ、前回とかローンのですか、うん、やっぱほらあの可愛い女の子に負けるとかさ、負けるキューピン、今回も高宮さんや宮内さん何も変わらずだね、うん、他にもいますからね、で結構ねジャン力で選んでくれたりする、ね、あーユーザーさんがこう見たいと思っている人ですね、まあ人気投票みたいなもんですから、そうですね、しょうがないですね、それもちょっと緊張感のあるものになりますね、うん、はい、はい、というわけでここで終了しました。まあ一番サンバらしく打ってるのはやっぱり山田博くんでしたね、はい、まあガースはまああんまりやったことないんで、A卓からではです ね、ガースプロが決勝進出となりました。そして2着は猿川プロ、そして敗者復活戦に進出ですね、2着は、そして3着が山田プロです。山田プロは予選終了後に行われるアンケートの結果待ちとなります。そしてラスは森下プロ予選敗退と